イン川は、スイス・オーストリア・ドイツの3カ国にわたって流れる川で、ドナウ川の視線の一つ。スイス・グラウビュンデン州のエンガディン地方を厳選とし、ドイツ南東部に位置するバイエルン州の都市、パッサウにおいてドナウ川に交流する。全長は、約517キロメートル。イン川流域の地図水源は、アルプス山脈にあり、水源に近いグラウビュンデン州のエンガディンは、 この川にちなんで名付けられた。エンガディン地方は二つのエリアに分かれ、イン川の上流にあたる南側をオーバーエンガディン、下流にあたる北側をウンターエンガディンと呼ぶ。川は北東へ向かい、オーストリアに入る。チロル州を東向きに流れ、ランデックや州とインスブルックを通って、クーフシュタイン近郊で、ドイツのバイエルン州に入る。ドイツでは最初北向きに流れ、 ローゼンハイム・バッサーブルクなどを通った後東に、震度を変え、ミュールドルフなどを通る。東に流れている間に、支流であるアルツ川やザルツハ川などが合流する。ザルツハ川と合流したあたりからドナウ川に注ぐまでの部分は、ドイツとオーストリアの境界を形成している。この区域で、ブラウナウアムインや、シェルリングなどを通る。最終的にパッサウでドナウ川に注ぐ。 ありがとうございます。